はい、こんにちは、加藤です。今日はですね、ここまで色付け途中なんですが、このスノボのデザインっていうのが、こういう写真を別にいただいてまして、このデザインをトレースしようと思ってるんですね。で、最初にトレーシングペーパーにトレースした、これ皆さん覚えてますでしょうか。キャンバスに原寸大下図を写すときに使ったトレーシングペーパー、これのこの部分ですね、スノーボードに書いてある文字、これをこれからトレースしたいと思います。で、今こちら側は黒いボードなので白いコンテ、こちら側は白いボードなので鉛筆の 6B を擦り込んであります。で、これを上から硬い鉛筆もしくはボールペンでなぞってトレースしていきたいと思います。では早速行ってみましょう。ちょうどね、ぴったり合うようにトレーシングペーパー合わせた上で書いていきます。これが元ですね。まあ、絵なんでね、ちょっとくらい形が歪んでも味わいということにして、この外側の形をトレースしていきます。できるだけ筆圧を強めに入れていかないと、これキャンバスなのでちょっとねしなるんですね。表面が若干くねっとしなりますので、ちょっと筆圧強めに入れながらトレースしていきます。はい、ここまででどうでしょう、映ってるかな。こんな感じですね。一応鉛筆の形がだいたい見えている状態。はい、ではこの調子で全部トレースしていきます。こんな感じかな。こんな感じで、このトレーシングペーパーに写したこの原寸大下図のコピーは、結構しょっちゅうこの絵の具を使い始めてからもですね、下の形がちょっと分かりにくくなったって、人の目鼻口の位置がちょっと確認できなくなったなんていう時には、その都度こう取り出してこんな風にあてがってですね、形を取り直すというかトレースし直すのによく使います。なので最初使ってもう捨てちゃうんじゃなくて、完成するまではねちゃんと取っておいて、その都度取り出してはトレースに使うっていう風にして何度もこう使っていくようにするといいです。そういう意味ではね、このトレーシングペーパー、なるべく厚手の方がいいかもしれません。どうでしょう。はい、こんな感じで、こんな感じですね。だいたいデザインが写せたんじゃないかな。はい、同じような感じでこの黒いボード、こちら側も行ってみましょう。これなんか書体がね少し難しいというかね、こう跳ねたような習字みたいな書体なのでちょっと難易度高いですけれども、まあこのざっくり書いてるようなスピード感のある書体の雰囲気が伝われば、形が若干違っていてもまあ良しとしましょう。あくまでもこれはね、レタリングというよりも絵の一部なので、そこまで神経質にならずに感じを伝えられればいいかなと思います。とりあえずここまで描いたらちゃんと写ってるかどうか確かめてみましょう。さあ、どうかな。はい、だいたい映ってますね。ここ見えてますかね。このくらい見えてればいいと思います。はい、一気に映しちゃいますね。
で、この時にただなぞっているだけじゃなくて、この原画というか元のを見ながら若干形の狂いとかね、修正しながら進めているんですね。常にこうオリジナルというか元のやつを見ながら進めた方が印象の狂いは最小限で済むと思います。さあどうでしょうか。ここまででこんな感じですね。ちょっと粉が飛び散っていますけれども、だいたい形見えるようになりました。これをもとに油絵の具で描いていこうと思います。はい、今日は描き途中なんですけれども、こういった、中に描き入れようとしたもののロゴ、文字ですね、レタリングを描き写すときにもう一度というかね、何度でもこのトレーシングペーパーを利用してみましょうというお話でした。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。